ラペラガードを使ったテクニックを紹介したいと思います。でラペラガードの中でも今日クロスガードからのテクニックを紹介するので、リスクなく攻められるのでぜひ皆さん使ってみてください。よし、まずクロスガードにいた状態で、まあ、相手のこう姿勢とか良かったら一回相手を引きつけます。で引きつけると大体まあ相手手ついてきてくれたりするので、その時に胴着をしっかり裸して左手でこちらを取ります。で取ったら右手で襟を持ちます。でこの襟をしっかり相手の頸動脈にかけ、襟のこの引っかかる部分を4つで引っ掛けして締めて取ります。ちょっともう一回やります。相手がベースが良かったら一回引き付けます。でラペラを剥がし、左手でこの襟を持ってくるのがポイントです。で右手でしっかり取り、肩口をつかみ、締めるときに上がって締めるんじゃなくて相手を引きつけるように取ります。じゃあラスト説明なしでやります。上げる、つかみ、